もこんばんはパチンコはどうでしたああ1000円負けっすね結局まあちょっとしか売ってないけどうん <laughs> はあ、いサイパン行ってねパイパンギャルと デートしたいっすよねサイパン行ってパイパンギャルとあのデートしたいっすい、はあ。あどうもこんばんはいやなんかさ俺さちょっと 自分のオプチャ久々に見たのよ。あの、まあ、俺の LINE の公式オプチャみたいなんがあって、まあ、一応俺本人が作ったんだけど、そこ見たらもう相変わらず、病人しかいないなと思って。<laughs> うん、なんか、俺がね、金持ってないのは嘘だとかなんとか言ってる奴がいて <laughs>、 でそれちらって動画見たらうわとこの人たちまあ、分かってたことだけど決めつけやべえと思ってもう病気だよねあそこまで行くとね病気っすよほんとにうん <laughs> んかね俺が見せたクレジットカードクレジットカードじゃねえや、えー、クレジットカードかクレカの、うん 俺が見せたクレカのののなんかそそだっけそのガソリンスタンドで3,0002,000って入れてる履歴でなんかこうなんだそれがなんかこうこんだけこの期間でこんだけ入れてるんだからお金がないわけないと,とかお金なかったらこんなになんか車走らせないとかなんとかっていうようなこと言ってたんだけどいやややばい妄想やばいなみたいな。 どんだけ自分の都合のいいところだけ目つぶってどんだけ都合のいいところだけピックアップしてどんだけず自分の都合のよく考察してどんだけつ自分に都合よくあの配信とかで言うんだろうなと思ってやばすぎでしょ <laughs> やべえこいつマジでやべえだってさ <laughs> あのさまあ別にどこあ,あのなんだ3,0002,000円ってなんかねガソリンスタンドで入れてるんですけど あの別にさそ,のそもそも3,0002,000ってさどんだけ少なくガソリン入れてるかわかる <laughs> ああ別にさこの車だってほんとカラッカラの状態から満タンまで入れれば多分今のガソリンの値段だと56,000ぐらいは多分いくんすよ、うん、この車でも今ガソリン高いじゃんだから本当にもうなんだカラッカラの状態から入れるとまあ6,000ぐらいかかるのかなうん <laughs> かる 別にさカラカンの状態から満タンまで入れて2,0003,000円って小刻みに入れた理由とかっていうのはまああのね本当に人ってさ結構金銭的になんか結構やべえなっていう感情があるとそのガソリンを満タンまで入れるのもためらうじゃんだから2,0003,000円って小刻みに入れてんのよわかる、うん、それがもう金銭的に不安の表れやんわかる <laughs> だって普通だったら一回で別に5000、6000って入れればいいじゃん。うん。カラッカーな状態から6000とか入れればいいじゃん、ンまで。<laughs> うん。だから2000、3000って入れてんのよ。うん。それってあなたの感想ですよね。まあ俺があの実体験で、 あのなんだそういう風にそういうような風な感情で入れたからあのだから俺のかんそういう風な感じで入れたんだよって言ってんのでそのなんかおっさんがあだこだ言ってんのこそその人の感想なんですよね明らかにしかもさあとさ別にさなんかさほんと自分の都合のいいとこだけうまく抜粋するのほんとはいやよくここまでねそこまでなんかよく逆に頭いいと思うよあの人本当に。 うん、なんかもう人を攻撃するためにそこまで決めつけて言えるんだっていうの逆に頭いいんじゃないですか <laughs> 本当に。うんに <coughs> だってさあと重要なところって別に23,000とかこれじゃあどんだけ走ったとかそういう話じゃないのよあとさ <laughs> <そ>の <laughs> クレカの、ね、あの,リボの残高が一番重要じゃないですか、うん、<coughs> あのさ別にさ23,000っガソリン入れたとかそこはあんま重要じゃないじゃん あさ、うん、<laughs> リボの残高が重要なんですよリボ残高ちゃんと見せてるじゃないですかうんリボ残高が払えてない時点であこいつお金持ってないんだなって考えるじゃない普通はねだってお金持ってたらリボ払うじゃん金利取られるんだから <laughs> そんな2,0003,000ってガソリン入れてるとか関係ないのよしかもさそもそも計画性のあるようにお金使える人はそもそも借金なんかしないんですよ わかるうん本当に金ないやつって借金してまで合流でも何でもするんですよ <laughs> くだらね <laughs> くだらねしかもまあちなみにだけど合流したわけじゃないけどねちなみにちなみになんかとある用事があって言っただけなんだけど、まあ、それはなんだか言わんけどちなみに合流ではないけどねほんなさ例えばさ何だろうな <laughs> うんまあ、例えば大王製紙の人とかもそうだけどさ大王製紙の社長だってあんだけさ年収何億とかあってさそれでも会社の金をで自分の金を,を全部つ継ぎ込んだだけじゃなく会社の金横領して全部カジノに使ったやつだっているじゃん、うん、計画性がある人なんてそもそもそんなことしないの <laughs> あとなんだろうあのほらクリタンとかもそうだけど、まあ、クリタンっていうかあの世界仰天ニュースの 仮名だけどキャバ嬢になんか会社の金横領して6億ね6億を横領してキャバ嬢に6億使ったやつもそうだしうんまあ <laughs> あれはでも自分の借金ではなく横領か <laughs> でも借金する人って大体そうじゃんうんだってさ例えばさじゃ借金して例えばギャンブルやる人だっているじゃん、うん、借金して合流する人もいると思うの例えばキャバ嬢とかにねあの 借金してまでなんかこう貢ぐ人とか借金してまでまあギャンブルやる人とかもいるじゃん、まあ、それもまあ合意っちゃ合意だと思うんだけどたぶね例えばそうだと思うんだけどそういう人もいるじゃんでそもそもあと何回も言ってるけど計画性ある人ってそもそも借金ってしないんすよ計画性ある人って借金しないじゃんそもそもうんだからさ別にさあのガソリンの2,0003,000とか何言ってんだろこの人って感じじゃない やばいわほんと頭がやばすぎるでしょほんとにうんリボの残高のさそんな小さな細かな20003000のあのあのなんだろうそのガソリンとかじゃなくそのじゃリボでそのリボの残高払えてない残高はどう説明すんのっていうそこ論点ずらさず言ってほしいよねやばいわらほんとにやばいでしょ頭どうなってんのマジでうん 2,0003,000のさそんなのさ別にさしかもあと別に俺がどう使ったって別にいいじゃん、うん、それよりもね払えてない残高の,あのリボの金額は何で見て見ぬふりすんのかなってお金あったら普通払うんすよねお金俺が本当に持ってたら払うから何回もねくどいようだけど何回も言うけど金利取られるんだよ払わないと めめちゃめちゃゃゃ無駄じゃんお金あったら払うわうんバカじゃないの本当にお金あったら払うからうんだってさそんなさお金さ別にさじゃあ俺がねお,かしお金じゃ持ってるのになんで金利のつくやつも支払わないのバカなの俺。 に決まってんじゃんうんすげえ頭してるよねやばいわ本当決めつけで、うん、決めつけ感半端ないてかそろそろ俺通報するわあいつうぜえから俺の動画使ったやつも全部通報しよう帰ってからやろうかなあでもか今日も疲れたからなめんどくせえわ明日にでも通報しようかな、うん、だんだんムカついてきたね でもうなんか刑事告訴も警察行ったけども無理だったんであーてかそもそも VPN 使ってるから無理だからねなあもうちょっと徹底的にちょっと通報するわ YouTube うんニースも潰すあニースーさんは潰さないですよニースーさん僕好きなんであニースーさん見てますかはいなニースーさん俺のネタでなん YouTube やってるみたいですけどいや俺ニースーさんは俺僕好きなんで全然そんなニースーさんは通報しないですよ ああニースーさんは僕大好きなんで、まあ、大好きってわけでもないけど別に嫌いじゃないんでねああ、まあ、普通に好きなんでねうんああ <laughs> いや<ー笑>ちょっと参ったなまともだったらそもそもリボで借金してないわねほんとそれなほんとそれ そんな2,3,000のさ使ったさ、ね、2,000、3,000のガソリンとか <laughs> そんなのが <laughs> ただ2,000、3,000で決めつけるのってやばくない、うん、それよりも払えてないね、リボの300万でしょそれはどう説明すんの金あったら300万払うわ毎月5万かかるんだぞ利息払うでしょ金あったら俺が持ってたら 俺が金隠し持っててめちゃめちゃ俺持ってるんだったらね払うから300万のそしたら月5万浮くんだからバカじゃねえのマジでなんでなんでそのリボ残高は一切見て見ぬふりして何でその2300のガソリンガソリン代のとこピックアップして決めつけてこいつは金持ってるのバカじゃねえの頭悪すぎだろマジでうんやばっ いや5万浮くよい大体5万ぐらいうんまあ5万正確には5万いかないぐらいだと思うけどねうんうんだって300万のリボちなみにリボって大体、あのー、15%から18%ぐらいだと思うんだけど、まあ、多分俺がやってるのは1 5パ6ぐらいなのかなそうだってそれかけるああかけるじゃねえや300万かける年15%だったらだって5万近いんじゃないの5万まではいかんぐらいだと思うけど いくらえー、っと5ーいくらになるだろう <laughs> 34万5000かなん違うか3三5十5 4万5000の四いや5万いくか五万いくわ合ってるよね5万ぐらいだよねうん5万ぐらいですよね5万むしろちょっと超えるか うん、要するに300万の15%を12で割ればいいんだからうんそしたら1ヶ月の金利になるわけじゃん5万ぐらいでうん <laughs> 払うに決まってんじゃんそんなのバカじゃねえのうん <laughs> まあそんな感じっすようん はあ、元気じゃねえよ。元気じゃない。ただ、笑けてきたんですよ。あまりにも頭がやばすぎて。<laughs> やばいでしょ。どんだけ決めつけて言ってるんだろうみたいな。し <laughs>、かももう、ツッコミどころ多すぎるでしょな。なんでリボの残高がこんだけあるよって発表してんのに、そこに一切触れないで、そこ一番重要じゃん。そこに一切触れないで、2000、3000の <laughs> ガソリン代こんだけ使ったよねみたいなだから合流してるよねみたいなだからお金持ってないわけないよねみたいな <laughs> やーべえリボ残高払えてないとかオールしかとかよ <laughs> お金あるんだったらリボの残高完済するわそしたら金利取られないんだからさ <laughs> 月5万も取られないんだからバカじゃねえのマジで頭悪うん やばすぎ頭マジでささすがにバカすぎてバカすぎてやばいでしょバカっていうかもう、まあ、本人も分かって言ってるんだろうね多分うん多分さすがにそれぐらい頭回るんじゃないさすがにそこまでバカじゃないと思ういやそこまでバカなやつってなかなかいないと思うからね正直そんなのマジでオレオレ詐欺に騙されるレベルのやつなんじゃないの そう。<laughs> 多分分かってるんだよ。分かってるんだけど、俺のことを悪く言いたいから、その自分の都合のいいとこもバッて、バッて捨てて、都合よく切り取って、で、それであとイメージ操作してるだけなのよ。さすがに分かるでしょ。それ分かんなかったらマジのバカよ。うん。<laughs> やばいね、本当に。うん。は <laughs> ぁ。 <laughs> まあてな感じですねうんうんちょっとね <laughs> どうしますかこれ本当にうーん <laughs> はあ しかもさプラスは金ないふりするんだったらさそもそも親に弁護士代払ってもらえるかもとかも言わんよねほんとリアルだからね俺ガチで、うん、俺今日言ったでしょそもそも今日ねちょっとあの昼間ぐらいに昼寝してから昼間ぐらいにあの親にちょっとね相談してまあなんとか弁護士代くらいは払ってくれる感じしてたんで金ないふりするんだったら親から弁護士代 ももうううらえなかったったて多分言うと思うんですよね本当にリアルなこと言ってるだけだからね。はあそうじゃない金ないふりするんだったらね親にも弁護士代払ってもらえませんって。ああリスナーさん助けてくださいって多分言うと思うんですよ。本当にリアルしか言ってないから。 <laughs> はあはあ <laughs> いえ<やー笑>のぞみさんってだってのぞみさんなんてだっても別に動いてくんないからさ、うん、のぞみさんは別に動いてくんないって。 高いプライドって何がいのぞみさんが動いてくんないっていうことが意味が分かんない,い別にのぞみさんが本気で動いてくれるんだったら動いてほしいよただで動いてくれるんだったら動いてくんないかな、うん、プライドとかじゃないわもう動いてくれないの分かってるから俺が別に土下座して動いてくれるんだったら動いてもらうよ土下座してねやってくれるんだったらうんでも動かないから なんか女の子3人がコンビニのところでたむろってるんだけど。 あの子もしかしたらさあの3人の中にとんでもない企業の令嬢いないかなあの3人の中にとんでもないあの <laughs> 社長令嬢いないかな <laughs> どっかの誰かみたいにね リスナーが勝手に周りが騒いでて本当はただのねふわっちでな、ね、あの10日のなんかナイスが甘いからってんで20万セコセコ取ってるようなあのエ,セエセっていうか偽物の令状じゃなく本物の令状いないかな。 はあ、何考えてるいやだから、あの子たちをナンパして、あの子の中に、あの子の3人の中に、とんでもない令状がいて、で、そこで、俺、前見たことあんだよ、給料明細で。給料明細で見たことあんだよ、俺。給料明細でね、あの、企業名、 ほ企業名はさすがに隠されてた P, 入 P が入ってたけどなんか「給与明細」って昔番組があってなんかホストにめちゃめちゃ貢ぐ女がいてなんでこんなに貢げるのってなったらそのガチのリアルパパがねそ,のそういう変なパパじゃなくリアルなお父さんがなんか本当に超有名な大手企業の社長で月になんかこう何百万とかお小遣いでくれるんだってだからホストにこんだけ貢いでるみたいなのを特集でやってたんですよ。 あのすげえ昔の番組だけどね、給与明細、あのテ,テリー等のやつよ、うん。テレビ見ないじゃないの、だからすげえ昔のやつだわ。うん、YouTube とかにも転載されてるけど、も何年前、も多分10年以上前なんじゃない、うんうん やらせ番組を本気にするいやでもなんかあれガチっぽいけどね結構やらせなのかなどうなんだろう BN さんとか混ぜてたけど BN さんはガチだからね、うん、どうなんだあれがやらせなのかな確かにやらせは疑わなかったなそれは分かんないけど あの今、どっか僕のことがものすごいタイプで、僕のことがね、ものすごいタイプでね、お金持ちなあの女の子いないですか、もう本当に。もう積みましたよ、僕はもう。もう本当ね、あれですよ、今だったら僕、もう本当にね、あれ、奴隷になりますよ、本当に。うん。もうなんか、僕、ホストみたいなもんだと思ってもらえばね。本当もう、僕のことタイプでしょうがないって言ったら、もう本当もう、あれっすよ。 本当、どこでも、どこでも舐めるし、どこでも入れちゃいますよ、僕、本当もう。うん。大勢のまま、ね。うん さあネットあれだよねだってほんとガチでホストとかさマジで一晩でそんなね何百万とか使う女ガチでいるからねでなんかそういうさネッ,トホスネットホストじゃないやえっとなんだっけえっとデリホスデリホスとかもあるじゃんデリバリーホストみたいなああいうんとかでもすげえ貢ぐ人いるらしいしねうん 200万あげたら何してくれるのもう本当に言ってるそれ絶対くれないでしょ200万もらえたら何んなんまあ、犯罪以外だったら何でもしますよ犯罪以外だったらうん <laughs> まああと明らかに無理ゲーじゃなきゃ明らかにそれ無理だよみたいなことじゃなければね、うん、犯罪ではないあと明らかにそれは無理っていうことじゃなければうん ダムへダイブいや、それは無理だろ。だから明らかに無理だろ、それ。死ぬだろ、それ。明らかに無理なことと、ね、犯罪以外だったら。うん 何もできねえ。選択肢が濃くすぎんだろ、ふざけんなよ。なんだよ。なにダムにダイブなんかできないでしょって言ったら、何もできねえじゃんってやばないお前。頭大丈夫お前。ねえ。選択肢が濃くすぎるだろ、お前。バカなの、お前ああ。誰がやるんだよ、200万もらってダムにダイブなんて。誰もやんねえわ。ああ誰もやんねえよ、そんなの。アホか、マジで。ああ はあ例えば何ができるいやわかんないですだからそれはあの皆さんがや何をやってほしいかにもよると思うしそんなこと言われてもうん。 まあそうだな。まあし、なんだろう。じゃあ、例えばだけど、うーん、なんだろうな。もう本当に俺のことめちゃめちゃ好きな女の子がいて、どうしても私のしょんべん飲んでほしいって言ったら飲みますよ。そしたら。俺ちなみに、あの、別にそうスカトロケとか全くない。全くないですよ。全くないし、むしろそんなの嫌いなんですけど、別に飲んでもいいよ。200万とかだったら。なんかあの、 10人に来とさあの DJ 社長が戦った時にさなんか最後なんかあのなんだろう負けた方がなんかなんか変なうんこのタトゥーだかなんか入れるとかって言っててさあであと何だっけ10人に来が負けたらなんか DJ 社長に負けた男って入れるんだっけでそれをなんかあの最終的に10人に来が負けてなんかそれをなんかかわいそうだからって最後 DJ 社長がじゃあ俺のしょんべん飲むかっ言ってなんかそれで許すよみたいな感じで。 一緒にしょんべんで乾杯しようぜって言ってたの思い出して言ってみた、うん <laughs> はあ、<laughs> やるお前が決めたらだめいやだからあのやってほしいことによるでしょって言ってんの 何ができるのって言われたから、例えばこんくらいかなって言って、一つのレーダーあげただけだよね。うん。俺言ったからね、最初に。何やってほしいかにもよるよねって。それでも、レーダーなんか欲しいみたいなコメントあったからさ。うん。俺、サイパンいるよ、今。マジっすかお金持ちっすかもしかして。本当っすか <laughs> うんアイテム飛ばない,いやだからアイテム飛ばない枠アイテムをオフにしてるんでアイテム投げられない枠にしてるんでと飛ばないだけです あもう終わるか。ってかもう帰るかも9時だし。もう帰ろ。結構遠くまで来たんすよ。ここどこだとも熊谷の方なんすよ。うん。まあ、正確には行田らへんなんすけど。まあ、あの、ここらへんの地理感ない人はわかんないかもしんないけど、まあ、俺んちからだいたいそうっすね。いや40キロぐらいかな。俺んちから40キロぐらいのとこですかね。40キロないぐらいかな。 三十何キロとか,かなうん帰る感んは <laughs> でも帰りましたよ杉山君青いよもう帰るから帰るから じゃあお疲れさまでした皆さんもう,もうこれから帰りますもう疲れちゃったし、はい、お疲れさまでした謝罪 <laughs> やんないよ別にお疲れ様です <laughs> また愚痴聞いてくれてありがとうございましたお疲れ様です